高田駅は、新潟県上越市中町にある、越後時めき、鉄道明光安馬ラインの駅である。当駅は、江戸時代に、高田藩の城下町として栄えた、上越市の高田市街地にある。海岸部の直越駅は、在来線のターミナル駅として、内陸側の上越明光駅は2015年3月14日に、開業した北陸新幹線の停車駅として、 それぞれ鉄道の要衝となっているが、当駅周辺の高田地区中心部は、上越市の中心市街地の一つとして、大規模な商店街をはじめ国や、県の出先機関や高等学校などの文教施設が集積しており、上越市南部の中心駅に位置づけられている。なお、上越市役所の本庁舎の最寄り駅は、当駅と直越駅の間に位置する、春日山駅である。 全景の新幹線開業前までは、東日本旅客鉄道新越本線の駅であったが、開業に際し並行在来線として、経営分離され、越後ときめき、鉄道へ移管された。また、2005年から2015年までは、自動改札機が設置されていたが、経営分離に合わせて維持費の問題などから撤去された。当駅前広場内の歩行者道は、 上越市が1999年度から実施した高田駅前岩木建設事業により整備された岩木型アーケードで覆われている。事業着手前、駅前広場内にはアーケードが仮設されていなかったが、高田地区の玄関口にふさわしい都市景観の形成と、歩行者や駅利用者の歩行環境改善を目的として整備が進められた。 既存の駅舎をそのまま活用する形で整備されたアーケードは城下町をテーマにデザインされたものだが駅正面部には東京駅丸の内駅舎のイメージもデザインに取り入れられており市中部などに赤レンガ風のタイルが使用されている高田駅前岩木建設事業により整備された岩木風アーケードまた現在の駅出入り口は東側のみだが上越市では 駅西側に広がる寺町の町並み整備等の市街地整備方針等からなる中心市街地活性化基本計画などを踏まえ駅西側居住者の利便性確保や市街地の回遊性向上などを目的として2006年度から高田駅西口整備事業を実施しており長期的には京上駅舎への改築を視野に事業が進められている2010年に竣工した 現在の古選橋は、西口整備事業の一環として、市の交通バリアフリー構想に基づいて整備されたもので、建設事業は JR 東日本が実施し、費用の一部は市の補助金によって賄われた。短式ホーム1面1線、島式ホーム1面2線の計2面3線のホームを、有する地上駅で短式ホーム東側に面して駅舎が所在し、 オウム館は南側に設けられた古線橋で連絡している。越後とめき鉄道の直営駅で駅構内にはタッチパネル式自動券売機、窓口、友人改札口、売店、ニューデイズ、化粧室のほか、自動販売機や待合室、さらには観光案内所が設置されている。窓口では、板線の乗車券、板オリジナルグッズのほか、 マルス端末が配置されており、全国の JR 線の乗車券、特急券、特別企画乗車券が購入可能。バリアフリー対策として、湖泉橋にはエレベーターが計2機設置されている。分離前は JR 東日本新潟支社が管理する直営駅で、自駅のミノタ駅管理駅として運営が行われていた。改札口には、 自動改札機が5通路設置されていたが、遺憾に際して運用を終了した。また JR グループ内では、西日本旅客鉄道和歌山線の高田駅、九州旅客鉄道長崎本線の高田駅の2駅が、同駅と同一表記であることから、両駅と区別するために乗車券類の県面には、高田と表示されていた。東側から順に、下記のように配置されている。 2020年度の1日平均乗車人員は1875人である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。アーケードが続く高田市街駅周辺は高田地区の中心地で駅舎に面する東側は中心市街地となっている。駅前やその周辺には岩木や前述の岩木型アーケードを有する通りが広がり、飲食店、 金融機関などが多く所在する商店街が形成されているほか公共施設も多く立地する東1トルほどのところには高田城跡の高田城市公園が位置しその内部や周辺では4つの県立高校や上越教育大学附属中学校など教育機関が集中するほか陸上自衛隊高田駐屯地が所在するかつては長崎や高田店や 上越山と、出雲や百貨店など本町通り商店街沿いに、大型商業施設が林立していたが、いずれも閉店し、足と、ピア高田、イレブンプラザなどの再開発ビルに転換されている。駅西側は、住宅街となっているが寺院が数多く立ち並び、寺町を形成している。高田駅前の通学専用バス停通常の路線バス、高速バスは、駅から徒歩。 約2分、駅前通り沿いの高田駅前案内所前から出発する。高田駅前案内所2020年4月時点での情報を示す。高田駅前案内所は、駅前ロータリーを東へ出て、最初の交差点に位置する。注車区出店。ありがとうございます。